平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O を通る直線が辺 BC にBCAD と交わる点を PQ とする。この時 APCQ が平行四辺形になることを証明しなさい。ちょっと線がごちゃごちゃしてるし、どれやっていいのかわからないね。だからこういう時のやり方を説明します。はい、まずAPCQ こうやって抜き出してみると、元の平行四辺形のこの辺だから、まず AQ と PC は平行だってことが分かる、ね、ってことは、はい、平行四辺形だから AQ と PC がまず平行であることが分かる。ってことは残りこれとこれが平行なだけじゃなくて長さも同じだったら、長さも同じだったら平行四辺形の条件がこの中で言えるってことね。つまり一組の対辺が平行で長さも等しいので、これで平行四辺形と言っていいと。ってことはこことここだけ言えばいいわけだから、言いたい三角形はまずここだということがわかるよね。はい、まずこれだということがわかると。はい、はい、三角形 OAQ と三角形 OCP に置いて、はい、まず置いてみよう。はい、まずは平行四辺形 ABCD っていうのは条件として書いてあるわけだから、平行四辺形 ABCD の対角線は中点で交わる。ってことはこっちの対角線は使えないけど、こっちの対角線はそのまま使えると。ね。ってことは、はい、OA イコール、OA イコール OC。そして、はい、今度これだ。対頂角だから、はい。AOQ、AOQ したらここに必ず COP ね、これが間違いないコツだね。はい、なのにと。じゃあ残りの1個を探してみようか。はい、残りの1個はこれとこれ、つまり平行線の錯覚だから、はい、OAQ は、はい、これも OAQ は OCP、 ここ見て OAQ、 はい、123、そのまま12 OCP とね。そして、はい、それで条件言えて、よって AQ イコール CP と。はい、それで最初に書いてたこれを使っちゃって、はい、これとこれね、一組の対辺が平行で長さも等しいので平行四辺形が成り立つ条件ができました。これはここ通ってるっていうのがポイントです。 OK。